家は弱い、アサンテは支える。日本の木造住宅はいつも不安と戦っている。シロアリをはじめ害虫による侵食、湿気による普及、そして地震や火災、暑さや寒さも快適な暮らしの敵になる。支える人が必要なのだ。だからアサンテは働く。家を守るために働く。アサンテは1973年の設立からシロアリの防除を中心に寒さや湿気、地震に対して向き合ってきました。住む人の入ることのない床下からその家のリスクを発見する。医師が人の体のリスクを見つけることと似ているかもしれない。人も家も弱いのだ。しっかりと支える人が必要なのだ。私たちの働く姿はお客様からは見えません。お家にいるにもかかわらず。だからこそ真摯な気持ちで働く。住む人の思いで働く。どれだけ古くなっても家族の日々が培われたその家を大切に。お客様をはじめ皆様のおかげで設立50年を迎えることができました。これからもよろしくお願いします。人と技術を育て、人と家と森を守る。50年目の私たち、アサンテです。